うちの息子が2歳くらいの時、近くのイオンに買い物に行ったんだ。衣料品の売り場近くのエスカレーター付近に女子高生が2人いて、こっちに背を向けている格好で何やら話してた。そこで何を思ったのか、突然息子が元気よく、イエーイと言った。女子高生2人は振り返り、笑顔で間髪入れずに、息子にイエーイと大きな声で答えてくれて、息子も大満足。私もまさかイエーイが帰ってくるとは思ってもみなかったからびっくりしたけど嬉しかったな。そんな息子も今は高校生。私にはいい思い出。すれ違いかもしれませんが、このすれ見ていつも癒されていたので、昔のことですが投下してしまいました。